アンナレナ・グローネフェルトは、ドイツにリーダーザク選手、ノルトホルン出身の女子プロテニス選手。2009年のウィンブルドンと2014年の、全仏オープン混合ダブルスで優勝した。WTA ツアーで、シングルス1勝、ダブルス17勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス14位、ダブルス7位。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。 生は、グローネフェルドとも表記されるがドイツ語の発音では、グレーネフェルトに近い。グローネフェルトは、父親の勧めにより、5歳から自宅近くのテニスクラブで、兄と一緒に練習し始めた。ジュニア選手の大会では、2002年、全仏オープンジュニア女子ダブルスで優勝した後、翌年の2003年、全仏ジュニア女子シングルス優勝があり、早くから、 全仏オープンを得意にしてきた。同年にプロ入り。2004年から女子テニス国別対抗戦、フェドカップのドイツ代表選手に選ばれ、同年の全仏オープンで四大大会にデビューする。2005年、グローネフェルドはダブルスでベテランのマルチナナ・ブラチロワと組む機会が多くなり、この時期にダブルスで多くの好成績を出した。 彼女は四大大会の女子ダブルスで、2005年ウィンブルドンから2006年、全豪オープンまでの3大会連続ベスト4、進出を記録したが、2005年ウィンブルドンと全米オープンはナブラチロワと組み、2006年全豪オープンはメガン・ショーネシーと組んだ。2006年3月、グローネフェルトは、 メキシコアカプルコ大会の決勝でフラビア・ペンネッタを6から1、4から6、6から2で破り、女子ツアー大会のシングルスで初優勝を果たした。この年の全仏オープンでベスト8に入り、ここで4大大会シングルスの自己最高成績を出した。準々決勝では、第5シードのジュスティーヌ・エナニアーデンに5から7、2から6のストレートで破れた。ところが、 全仏八強位の直後から彼女は左膝腱の断裂や右肩の故障に悩まされるようになる。2007年ウィンブルドン1回戦敗退の後4大大会にも出場できなくなったグローネフェルトは2007年度末の世界ランキングで200位以下に降下した。2008年全米オープンでグローネフェルトに再起の機会がやってくる。この大会で 予選3試合を勝ち抜いた彼女は、1年ぶりに戻って、北4大,大大会本戦1回戦で、第11シードのダニエラ・ハンチコバに6から4、6から2の、ストレート勝ちを収めた。2回戦で、ワイルドカードのジェシカ・ムーア、3回戦で、第17シードのアリーゼ・コルネを破って勝ち進んだ。彼女は、4回戦で当年度の全仏オープン、準優勝者、 ディナラ・サフィナに5から7、0から6で敗れ、2006年全仏オープン以来の8強入りを逃した。2009年のウィンブルドンでグローネフェルトはマーク・ノールズと混合ダブルスのペアを組み、第9シードから初優勝を決めた。二人は決勝戦で第1シードのリーン・ダーパエスカーラ・ブラック組を7から5、6から3のストレートで下した。 ドイツ人女子選手によるウィンブルドン優勝は1996年に女子シングルス7勝目を挙げたシテフィグラフ以来13年ぶりの異業となった。四大大会全体を通じてもグラフが最後の四大大会優勝を決めた1999年全仏オープン以来10年ぶりの出来事になる。2012年からグローネフェルトはダブルスに専念していた。 7月のロンドン五輪に直前欠場したアンドレア、ペトコビッチの代役として、オリンピックに初出場した。ユリアゲルゲスと組んだダブルスに出場し、2回戦で、ロシアのエカテリーナ・ナマカロワ&、エレーナ・ベスニ・ナグミニー2から6、1から6で敗退した。2014年全仏オープンでは、ジャンジュリアン・ロジェと組んだ混合ダブルスで決勝に、進出した。決勝では、 ゆりあげるゲスネなど地もニッチ組を4から6、6から2、10から7で破り4大,大大会混合ダブルス2勝目を挙げた。2019年に現役を引退した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退。 A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。